12月11日日曜日の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。低気圧の影響で東北北部は午前中を中心に雪が降りやすくなります。路面状況の変化にお気をつけください。その後冬型の気圧配置になり、日本海側を中心に雨や雪が降りそうです。山陰や近畿北部では雨、北陸北部の日本海側では雪が降ります。強まったりする可能性がありますので、最新情報を確認してください。その他西日本や東日本の太平洋側では穏やかな天気となりそうです。ただ関東は午後の時間帯、風と風のぶつかり合いによって関東西部のエリアではにわか雨の心配がありそうです。空の変化にお気をつけください。8時から見ていくと、山陰近畿北部では雨、北陸北部のエリアでは雪が降る予想となっております。沿岸を中心に風も強くなりそうですのでお気をつけください。と西日本や東日本の太平洋側では穏やかな天気となりそうですね。続いて気温の予想です。こちら見ていきますと、北陸の地域はあまり気温が上がらずに一桁となっていきそうです。北日本のエリアでは1日を通して寒さが増します。防寒が欠かせません。詳しい内容はアプリウェザーニュースから確認することができます。ご利用ください。